足摺は、四国旅客鉄道及び土佐黒潮鉄道が、高知駅、中村駅、宿毛駅間を、土産線、中村線、宿毛線経由で運行している特急列車である。高知県内の主要都市を結ぶ優等列車として、高松駅、須崎駅間の準急、土佐1号3号の運転区間が、久保川駅まで延長されたのを機に、 足摺りとして1961年4月に運転を開始した。1968年10月には、高知駅伊西を急行で走る南風、足摺りは統合されて、足摺りに解消されて7往復運転され、1972年3月に特急南風が運転開始されて、以降は土産本線の優等列車として共存していたが、 国鉄末期になると利用客が減少し、南風に統合されるなどして3往復にまで運転本数が減らされた。1988年3月に瀬戸大橋線が開業したのに合わせて4国内の特急列車の整備が行われたが、足摺りは急行列車のまま残された。しかし、九百九十年に二0系機動車が南風に投入されたことにより車両運用に余裕が、 できたため、同年11月に足摺は特急列車化された。列車名は、高知県土佐清水市にある足摺岬から取られている。この名前は、一般公募によって決められたもので、128票で公募1位であった。2021年3月13日現在、高知駅、中村駅間に7往復、高知駅すくも駅間に1往復の、 計8往復が運転されている高知駅で岡山、高松方面の特急、南風、四万とと接続しており、各列車は基本的に高知駅の同一ホームで乗り換えとなる。特急に格上げされてからは、南風、四万とを高知駅で系統分離した色合いが強く、運行本数が上下で違っていたり、運行本数が大きく変わったりしている。 使用車両が2000系機動車になってからは、高知運転所からの送り込み列車の色合いが強くなり、上りは大抵の場合、南風、四万都として高松駅、岡山駅に直通するため、下り5本、上り1本になったり、下り5本のみの時期もあったが、2003年から2011年までは、臨時も含めて、上り列車の運行はなく、定期運行は、下りの、 足摺り1号を1本のみ設定されていた。2011年3月には10年ぶりとなる、上り列車が足摺り2号として復活し、その後、南風、四万戸が系統分離され、高知駅発着となる列車が増えたため、それに伴って足摺りの本数も増加することになった。2019年9月3日より6.9号に2700系機動車が投入され、 2020年3月14日より8.9号で運用している。2020年7月18日より2.15号に2700系機動車が投入され、さらに2021年3月13日改正ダイヤより5.14号に2700系機動車が投入、3往復が2700系による運転となった。高知駅、井野駅、佐川駅、佐々崎駅。 都桜駅久保川駅と笹川駅、土西里野駅、中村駅平田駅スクモ駅高知運転所に所属する2000系機動車5往復と高知運転所、高松運転所に所属する2700系機動車3往復が使用されている。ただし、新型コロナウイルス感染症による乗客減により、四万と1号、高松高知間と四万と10号、 高知高松間が一時期運休したのに伴い、その期間は高松運転所2700系使用列車が高知運転所2000系の3両編成に変更されていた。1993年3月18日まではキハ181系機動車、キハ185系機動車も使用されていた。休行 足ずり3対1981年、1985年、1989年。ありがとうございます。